30年続くロボットの祭典。全国の高専生が自らの手で作った世界に一つしかないロボットたち。若者たちの創造性が作り上げるドラマ、高専ロボコン全国大会。今年も幕開けです。おおお、やば、何これ。全国から集いし67の忍者ロボットが激しくぶつかります。合体ができるか。合体した。さあ、準備は整った。アイデアと技術で私たちを魅了してくれるのはどのチームか。30年目の記念大会、高専ロボコン2017、新たなドラマを目撃せよ。さあ、始まりました。第30回高専ロボコン全国大会。今年はロボコンが始まって30年、過去最大規模の大会です。会場の有明コロシアム盛り上がっています。はい、こんにちは、ロボコン応援リーダーの吉本美優です。私と村上慎吾さんはですね、今年の高専ロボコンの、大江戸ロボット忍法帳というテーマに沿ってですね、この通り江戸時代の格好で来ちゃいました。どうもどうも。村上さん、はい、会場すごいですね、熱気が。そうですね、まさに30回目の記念大会という感じですよね。はい、まあ、今年はですね、先ほど演じていただきましたけれども、刀と風船を使ったロボット同士のガチンコ勝負ということで、あの会場の方もですね、昼から熱気ムンムンといった感じです。すごいです。ねえ、早いですね。さっきから何をちんたら話してすいません。いや、もうみんな早く始めようぜ。始めたいよな。みんな行くぞい。大江戸ロボット忍法帳。はい、皆さんどうもありがとうございました。では実況席の松尾さん。はい、ロボコン応援団の皆さんもありがとうございました。本日実況を務めます松尾であります。そして解説はこちら、田所聡さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、本日の出場チームをざっとご紹介していこうと思います。私たちの後ろにありますので、ちょっと田所先生もどいていただいて見てみましょうか。こちらになります。北は北海道旭川から南は宮崎の都城まで26チームが出場しているんです。でこれまでにですね、すでに2回戦の3試合まで終わっていますので、この後は、第4試合からお伝えいたします。これまでの結果や速報はインターネットでもご覧いただけます。 URL は画面の右下に表示されていますので、ぜひご確認していただきたいと思います。今出ました、こちらですね。はい、こちらでぜひ確認して見ながら生放送を楽しんでいただきたいと思います。さて、田所さん、今回の見どころ一言というと何でしょうか。そうですね、いろんなアイデアのロボットが出て、またそれがガチッとぶつかり合うというところですね。そうですね、それが今はこれまでの試合でもたくさん見られてますね。はい、楽しみですよ。はい、ではフィールドの準備整ったようです。お願いします。高専ロボコン2017全国大会2回戦第4試合、赤ゾーン、呉高専、ロボット名はイノシカチョウ。対します青ゾーン、奈良高専、ロボット名は万里一空。それでは両チームセッティングを開始してください。セッティングタイムは1分です。さあ、この試合見どころはズバリ突進力勝負です。呉高専、イノシカチョウ、イノシカチョウという名前のロボットで中国地区を制しました。こちらイノシシは豪快に割ります。一方、鹿の秘密道具は4本のしなる棒。これなら相手に位置をずらされても確実に仕留められます。
戦。2年連続全国大会で最も名誉あるロボコン大賞を獲得中。今年は2台が無知で攻めます。ヤスリ付きの突起が5センチ置きに取り付けられ、しなって風船をこすることで確実に割っていきます。勝てるマシンですよ。セッティングタイム終了です。それでは2回戦第4試合開始です。スタート5秒前3、2、1、スタート。両チーム強力な攻撃力を持っています。さあ互いに突進した。早速青い風船をつけた奈良が日本のアームで一気にボンボン割っていく。そして残り1個、割った。なんと14秒で奈良高専準々決勝進出決めました。なんと14秒での勝利ということになりました。奈良高専万里空、あっという間の勝利でした。こちら VTR で見ていきましょう。両チーム一斉に飛び出しました。1台奈良高専の万里空、1台だけがあっという間に敵陣にたどり着いて、もうこの時点で残り1つ、14秒での勝利ということになりました。解説田所さんにお願いしますけれども、はい、このアームとっても強力ですね。すごく速いですね。もう一挙一網打尽にしてしまうという感じで、もう本当に素晴らしい成績だと思います。はい、さてそれでですね、この大会のルールなどもここで詳しく見ていこうと思います。本陣に10個ずつ風船が取り付けられています。相手の本陣の風船を割ると得点です。そしてロボット登場。お、この愛の前立て加熱グロボですね。競技に参加できるロボットは1チーム2台まで。ロボットにも1台につき5つの風船が付けられます。加熱グロボ、いざ出陣。試合時間は3分間。その時間内にロボットにつけた風船を全部割るか、もしくは本陣にある風船を全部割れば勝利となります。また刀以外の秘密道具なるものを使うこともできます。どんな秘密道具が出るか、そのアイデアにご注目。はい、ということでロボコンでは10年ぶりにロボット同士がこう直接ぶつけ合うというのが今年のルールですけども、田所さん、そのポイントとなるとどこでしょうかね。まずやはりいろんなアイデアが出ているということですね。かつ ぶつかり合うということですよね、はい、でともかくもこの X 型に風船がついているのはなかなか割るのが難しいんですよ。本陣と呼ばれている部分ですけれども、はい、でこれをいかにしてうまく絡め取ってたくさんいっぺんにザッと割ってしまうか、そこが勝負ですね。さあこの後の試合でもそのあたりがね、はい、注目ポイントですね。はい、ではフィールドの準備が整いました。お願いします。はい、いきましょうか。高専ロボコン2017全国大会2回戦第5試合、赤ゾーン長野高専ロボット名はアルプス。対します青ゾーン都城高専ロボット名は割れ風船パンダ。では両チームセッティングを開始してください。セッティングタイムは1分です。さあこの試合見どころはズバリ戦略勝負です。長野高専、自慢はこの自家製の矢。
112発も装備されています。天高く打ち出し、相手本陣を蜂の巣に。もう一台はニョロニョロのチューブにヤスリが。風船を巻き込み一掃します。あれ、うちゃ、面白いの都の城。まずはフライフィッシング、派手かつ正確さがポイント。続いて飛行機を飛ばす無茶な作戦。でも当たった。おしまいはカンヌシ打法をイメージした風船割り。面白いでしょ。セッティングタイム終了です。では2回戦第5試合開始です。スタート5秒前、3、2、1、スタート。ではその戦略も見てみましょう。赤長野、そして青の都の城です。互いに中央でぶつかり合いました。激しいぶつかり合いです。ロボットが大きく傾いています。押し合いになった。押し合いになって、まだ本陣の風船は割れていないか。おっと、振り回されている。都の城のパンダが振り回されています。しかしその振り回されている後、おっと、ロボットの風船がどんどん割れてますね。そうですね、本陣だけじゃなくてロボットの風船も割ってますね、はい、本陣もしかし残り2つになっている。青都の城の本陣の風船が残り2つ。攻めているのは長野。さあ残り1個になった。赤の風船が全部割れました。赤、長野の1台のロボットが全部風船が割れて止まっています。つまり長野のロボットは残り1台、そしてその1台も風船が1個になっている。さあどっちが早いか、ロボットの風船か本陣の風船か。逃げる赤の長野、1つの風船を持って逃げる。追いかける都の城。さあどちらが早い。また青の本陣、都の城の本陣に取り付く長野。青の風船が割れれば長野の勝ち、赤の風船が割れれば都の城の勝ち。ともに残り1個。さあどうなる。赤い風船、長野が追い込まれている。割れたのは青い風船。赤の長野、見事準々決勝進出です。勝利しました長野高専さんにお話を聞いていきたいと思います。激しい戦い繰り広げていましたけれども、どうですか。そうですね、残り自チームのロボットの風船が1個 で相手チームの本陣の風船も1個で、1回戦同様1対0って結果になって、なかなかヒヤヒヤしてるんですけど、なんとか勝ててよかったです。すごい接戦でしたね。今お互い粘り強かったですね、すごく。まあ、でも先ほどもほうきっていうんですか、たくさんひらひらがついている、うんうん、ほうきがうまく勝ちを導いたと思うんですけど、今回もほうきが導いたんですかね。そうですね、ほうきは、当たれば確実に割れるので、うまく当てることが重要だと思ってます。皆さん3年生でしたっけ。3年間一緒に頑張ってきている仲間ということですかね。じゃあチームワークもいいですか。はい、ちょっと、他の学年とは全然違うぐらいの、仲の良さがあったりとか、まあ、他のみんなですごい長野高専全体で仲良くやったりとかして、そのチームワークがこの強さ、秘訣だと僕は思っています。はい、そのチームワーク次も楽しみにしています。ということで以上、赤ゾーンの長野高専でした。ありがとうございます。ありがとうございます。頑張ってください。では VTR で試合を振り返りましょう。スタートから激しくぶつかり合う展開でした。この辺は激しいですね、相川さん、このぶつかり合い。村上さんたちにも見ていただこうと思いますけれども、どうでしょうか、この激しいぶつかり合いは。いや本当にすごい試合でしたね。ここで
一旦ロボットがこう引っ掛けられて振り回されるような形にもなりました。本当にあのなんかこうお互いにお互いを知った戦いをしているというかね。やはり戦略勝負と言っていましたけども、戦略勝負も本当に2回戦になると本当にそういう勝負、本当に油断したらあの疲れるというね、はい、ただ本当にうまいこと逃げながら攻撃しました ね。この時点で風船の残りがだいぶ青の本陣少なくなってたんですね。ですね。宮古島の本陣の風船が残り1個になって、ただこの後ですね、長野のロボットの1台の風船が割られて1台しか残っていないという状況になります。1台でよく頑張りましたよ ね。しかもその1台の風船が1個ということで逃げなければならない状況にもなりました。宮古の城がですね、なんかフライフィッシングのようなそういう竿を持ってて、はい、トカゲのようにこうあの、その投擲するんですね。それで、風船を割っていくんです。なんか言ってみればこうカメレオンの下みたいな、カメレオンの下ですね、はい、でこの状況で残り1個、さあどっちが先に割るかという状況になりましたけれども、このカメレオンがこの赤をずっと追いかけてるんですけどね。ただここで回り込んだ長野が宮古島の最後の1個を割って1分40秒で勝利ということになりました。このイノシシという名前がついてますけども、長野のこの、ムチがたくさんついたような構造ですね。これが非常に効果的でした ね。あのいっぺんにたくさんのね、あの風船をバッと割ることができますのでね。1分40秒で長野が勝利して準々決勝進出ということになりました。ではフィールドの準備整いましたかね、お願いします。はい、では参りましょう。高専ロボコン2017全国大会2回戦第6試合、赤ゾーン香川高専多久場キャンパス、ロボット名はインパクト。対します青ゾーン一ノ関高専、ロボット名はシノモン。では両チームセッティングを開始してください。セッティングタイムは1分です。さあこの試合見どころはパワー勝負です。香川高専多久間キャンパス、一押しの秘密道具、やすり付き生えた時を持ったお母さん。さあ生えた時始動、スーパーお母さんのすご技です。多彩な忍術で挑みます。一ノ関高専注目はドラゴンの口にあるピンク色の機密道具、ホースを切断しヤスリをつけました。一気割りも狙い撃ちも可能、ホースの威力発揮できるか。セッティングタイム終了です。では2回戦第6試合開始です。スタート5秒前、3、2、1、スタート。共に相手の本陣の風船を一気に割る能力を持っています。さあ中央付近でぶつかり合いながらお互いの本陣を狙っていきます。おっとぶつかり合いの中、赤のタクマのロボットが1台倒れました。引っかかっているようです。お互いに身動きが取りにくくなっています。今審判の待てがかかりました。時計が止まります。開始から21秒、お互いのロボットが交錯して絡み合った状態です。主審の待てがかかりました。今時計は止まっています。では審判の説明です。はい、ただいま2台のロボットが絡まった状態で止まってしまったので待てをかけました。この2台のロボットを引き離した後に試合を再開します。審判の説明がありました。絡まった状態なので待てをかけた。この絡まった状態を解消して試合を再開するということです。所さん激しいぶつかり合い、
ですね。そうですね、もう本当にお互い壊れないかと心配になってしまいます ね。さあこの後の動きに影響はないでしょうか。今2つのロボットが離されました。問題がなければ、あ、この倒れた状態から始まるんですね。そういうことですね。立てて戻してはいけないということでしょうか。まだ試合は再開されません。再開の時に3メートル離して、設置するというルールがあるようですね。今その作業をしているところですね。赤の本陣の裏に2台のロボットが離されました。再開されるようです。さあ時計が動き始めました。再び動きます。さあ赤の本陣の裏にはすでにドラゴンのロボットが立っています。一気にいった X 攻撃出ましたね。残り2つまで一気にいきました。さあ一方のお母さん、たくまのお母さんがハエたたきを持って青の本陣あっという間に割っていく。さあしかしここで赤の風船があっという間になくなりました。青一関準々決勝進出です。では今の試合再開時点から振り返りましょう。まだ本陣お互いほとんど割れてない状況からの再開となりました。ただ、赤たくまのロボットは1台倒れたままでしたね。そうですね、やはり1台と2台では全然強さが違いますね。今 X 攻撃があって残り1つ、残り2つとなって、そしてね、こっち側たくまのお母さんハエたたきの攻撃でたくさん割っていたんですけども、その間に最後の1個も割られたという状況になりました。そうですね、あと、10秒20秒あればお母さんも全部割ってたと思うんですけどね。もう一回 X 攻撃スローで。おーすごいですね。相川さんどうですか。すごいですね、すごい破壊力です ね。本当にお母さんの活躍は十分皆さんも分かってると思うし、はい、本当にいい攻撃力ですよね。今の X もすごいですね。お互いに特徴のある攻撃持ってますね。いや一気にいっちゃいますからね。はい、ああいう戦いはなんか見ててもちょっとなんか集中させる戦いになってますね。これ引きつけられる感じがありましたね。引きつけられますね。はい、会場では敗れたたくまに今拍手が送られているところです。お互いに持ち味を出して面白い試合を見せてくれました。一ノ関が準々決勝進出を決めています。お母さんもね、1回戦の戦いぶりで会場の皆さん相当お気に入りだったようですけど、さあではフィールドの準備が整いました。お願いします。はい、では参りましょう。高専ロボコン2017全国大会2回戦第7試合、赤ゾーン北九州高専、ロボット名はリビクター。対します青ゾーン大分高専、ロボット名はマリンビート。両チームセッティングを開始してください。セッティングタイムは1分です。さあこの試合見どころはスピード対スピードです。秘密道具がこれ。刀にヤスリをつけチューブに通します。風船に向かってお仕置き。そして一気割りに挑戦。おっと2つ残りました。惜しいな。今度こそやりました。大分高専、去年初の全国決勝進出を果たしたチームの練習現場に潜入。秘密道具はプール遊び用のグッズにヤスリをつけたもの。
倒れても起き上がるだるまさん機構、驚きの機動力を誇ります。セッティングタイム終了です。では2回戦第7試合開始です。スタート5秒前3、2、1、スタート。赤の北九州と青の大分、互いに激しくぶつかり合う。大分はぶつかって転びながらまた元に戻る。そしてあっという間に赤の本陣の風船を割っていく。大分早いですね。大分の太いアームがどんどんと割っていきます。ぶつかり合いにもどうやら強いようです。転びそうになりながら、しかしなかなか転ばない。すごく大分は重心が低いんですよ。なるほど、だから転ばないんですね。さあ今度は反対に青の本陣に、北九州のマシンが向かいました。3つ風船を割りました。いや残りが3つ2つか。そして大分が、いや大分が赤の風船を割って、いや赤が上がった。赤の勝利、北九州の勝利です。41秒失礼しました。いつの間に勝負がついたのか気がつきませんでした。あっという間の速攻でした。はい、見事勝利しました。北九州高専の皆さんにお話聞いていきたいと思います。いや最初はロボット同士の戦いがすごい面白かったですけど、どうですか？いや、地区大会の方で実は決勝戦で大分さんと当たってたんですけど、今回、前回はちょっと負けてしまって、ギリギリのところで負けてしまったので、今回リベンジすることができてよかったです。すごいリベンジが、リベンジを果たせた勝因っていうのは何だと思いますか？うん、やっぱりその最初からタイロボで行くっていうのは決めてて、あ、ロボットを目標にするっていうのは決めてて、で、ロボットの風船が全部割り切ったので、そこがやっぱ勝因になったのかなと思ってます。いやすごい力強い戦いでしたね。素晴らしいですね。とても楽しかったです。次も期待しています。頑張ってください。頑張ってください。はい、ということで以上赤ゾーン北九州高専からでした。ありがとうございます。では先ほどの試合振り返りましょう。互いに激しくぶつかって大分は早速転びますけども、すぐ元に戻りました。そうですね、実はねこの白いボディ段ボールでできてるんですよ。あ、段ボールですか？プラスチックの段ボールなんですね。ほう、軽いんですね。軽くて丈夫で、だからもう重心の低いところに重りをつけることができるんですね。村上さん、このあたり赤の本陣が危ないと思っていましたが。そうですね、ただね大分は圧倒的なスピードを誇ってたんですけど、はい、ちょっとねマシンの方の風船がねすごい少なくなっちゃったんで、それも考えたんでしょうけどね。作戦だろうね。そうでしょうね。で北九州がスルスルスルっと青の本陣に進んでいって、いつの間にか、いつの間にかですね、割ってましたね。割りましたね。結構これ緻密な作戦だったような気がしますよ。そうですね、あの大分の太いアームももちろん非常に強力なんですけれども、あの北九州の黄色いしなるアームもなかなか強そうでしたね。強力ですね。それも1台だけが単独になったので、もう非常にいい場所にポジショニングして、それでバシバシとこう割ってしまったんですね。はい、あっという間に勝利をしました。では主審の手が上がりました。お願いします。失礼いたしました。先に VTR が出てしまいました。ですね、ここまで2回戦7試合をお伝えしたんですけども、ここで皆さんにお知らせしたいことがいろいろとありまして、ちょっと待ってね、対戦もお知らせしたいですし、それからさまざまな試みもやっておりまして、そちらも紹介したいと思います。先にじゃあその試みの方からご紹介してもいいでしょうか。こちらです。今日の熱戦の模様ですけども、インターネットによるライブストリーミングでもお伝えしているんです。こちらではですね、皆様から人気ロボットの投票も受け付けています。題してこちら胸キュンロボット投票ということでございますので、ぜひこちらもご参加ください。はい、これが一つ。そして
私たちの後ろにあります、こちらのボードに注目していただきたいんですけども、先生すいません、ちょっと離れていただいてもいいでしょうか。ですね、こちら、今日ここまでの行われた試合なんですけれども、ちなみに準々決勝この後3時48分頃から始まるんですが、ここで今まで行われましたこのたくさんの試合ですね、1回戦12試合、それから2回戦の皆さんにまだご覧いただいていません、第1試合から3試合までの様子ダイジェストでお伝えします。記念すべきオープニングゲームは赤の鳥羽商船と青の舞鶴の対決。なんといきなり19秒の早技で舞鶴が勝利。こちらは屈指の好カード、赤の熊本は540本の矢の嵐。対する長岡 A は大きなアームで勝ちをもぎ取りました。今度は難打戦です。風船が次々と割れる壮絶な試合。長野の無知攻撃が炸裂。こちら香川の拓磨も激しかった。恐怖のハエたたきが襲いかかる。でも負けた函館は最後にお祝いメッセージ。トラブルもありました。激しいぶつかり合いでマシンから煙が出て試合が中断。最後は一ノ関が押し切りました。画面上に向かって猛然と突っ込むのは青の北九州。一方赤の群馬はマシンの非常停止スイッチが押されるアクシデント。涙を飲みました。1回戦最後は大分が圧倒。これまでの最速15秒で鈴鹿を下しました。それではここからは2回戦3試合のダイジェストをどうぞ。しかしその後ろに回り込んだ石川の蟹が後ろに回り込みました。長い腕、あれを斜めに開くと一度に X 型に攻撃をすることができます。それをなんとか防ごうとしている松江。じゃあしかし一気に割った、一気に割った石川。青の風船は残り一つ、いや今割れた。42秒で石川準々決勝進出。はい、こちらです。ここまでに決まっている、7校ですね、ごめんなさい、こちらになっております。2回戦に勝利した7校がこちら、
そして8校目が決まりました。こちら、あー来た、ワイルドスタードは香川高専佐久間キャンパスです。お母さんですか。お母さんですね、これ。スピード系入ってきましたね。はい、まあ、途中敗れたんですけども、アイディアと技術が優れていたと審査員の評価が高かった佐久間高専が、佐久間がワイルドカードとして復活しました。ということで、この8校で火花を散らすことになるんですけれども、相川さん、お母さん来ましたね。お母さん来ましたね。もうお母さん見た時はこれ優勝じゃないかと思ったぐらいちょっと押してたんで、ここワイルドカードで這い上がってきたと、これちょっとでかいですよ。目ありますね、これ、これじゃあお母さんも含めてあの8校どこ有利、まあ、言えないかな。もう自分はお母さんですね。お母さん頑張ってほしい、お母さん推しですね。お母さん推しで今回行ってみようかなと。そうですか、はい、村上さんはちなみに。僕は大分を破った北九州ですかね。大分を破った北九州。大分を破った北九州ですね。あ、まあ、次お母さんと戦いますけど。なるほど。これ結構いい戦いですよ。ですよね。じゃあそれも見ていきましょう。これはすごい戦いになると思います。で、つまりたくさん敗れたチームが今いるということなんですけども、こちら見てください。惜しくも敗れてしまったロボットをぜひとも見たいという方のためにはこちらがあります。この放送と同時に行っていますインターネットによるライブストリーミングでは、独自に視聴者の皆様からの投票を受け付けております。 NHK オンラインでロボコンのページを開いていただきまして、その中で行われているこちら胸キュンロボット投票で、これ人気を集めたロボットはですね、決勝戦前のエキシビションのコーナーでパフォーマンスを思いっきり披露していただくことができます。いいですね。午後4時締め切りですので、まだあと14分ぐらいありますかね、まだ間に合いますのでぜひ。ちなみに、敗れたチームの中ではお二人の相川さん、胸キュンロボット、そうですね、飛び道具系の空からバラバラって、あれどこでしたっけね、あの大量にこう熊本とかですかね。熊本です、熊本ですね、はい、それみたいですね。なるほどなるほどなるほど。はい、村上さんはどうでしょう。僕も熊本を見たかったんですけど、もう一チームやっぱり飛び道具系のブーメランを使う長岡 B ですかね。ブーメランもうすごいです ね動物たちから打ち出されてくるあのブーメランですね。さあ皆さんは何を選ばれるでしょうか。それを楽しみにしましょう。ではまもなくこのベスト8が火花を散らします。準々決勝が始まります。準備整いましたかね。はい、では魚住さんお願いします。はい、高専ロボコンはいよいよ正念場です。半年にわたってロボットを作ってきましたが、ここからわずか1時間ほどの間にあと3つ勝たなければ優勝はできません。ベスト8がいよいよ始まります。高専ロボコン2017全国大会準々決勝第1試合、赤ゾーン旭川高専バスターちゃん2。これはちょっと面白いか。対します青ゾーン長岡高専 A チーム、ロボット名は新選組。それでは両チームセッティングを開始してください。セッティングタイムは1分です。さあまずは赤ゾーン旭川高専、ロボット名はバスターちゃん2です。北海道大会では優勝しています。白熊のロボは腕をフィールドの壁まで伸ばし相手をブロックします。もう一方のペンギンロボ3台の攻撃が分離し攻撃を仕掛けます。2回戦舞鶴高専では1分のタイムで勝利しました。白熊は見事な防御コキで勝利を挙げました。一方青ゾーン長岡高専 A チーム、ロボット名は新選組です。こちらタコとカニがロボットのモチーフ、6メートルと長い腕とパワーが特徴のタコ、そしてカニながらスピードがありハサミでどんどん風船を割るカニ、この2台のコンビネーションに注目です。1回戦熊本高専相手に
46秒で10対4で勝利しました。そして2回戦徳山高専相手に52秒でロボットの風船を割って見事勝利しました。この後準々決勝第1試合が始まります。セッティングタイム終了です。では準々決勝第1試合開始です。スタート5秒前、3、2、1、スタート。始まりました。準々決勝第1試合、旭川が、また同じ竿を伸ばしてブロックし、そして小さな呼気を放出しました。さあしかし一方の青の長岡 A もタコが伸びて本陣の赤い風船を割っていきます。タコの長い腕がどんどん止まっていく一方の青の風船も割られていきます。赤い風船は残り2個、青の風船は残り3つ。おっと一気に割りました。青の長岡へ37秒で準決勝進出です。ありがとうございました。お疲れ様です。はい、こちらでお話を伺いしてもいいですか。ありがとうございます。はい、こちらはですね、青ゾーンリポーターのいっちゃんこと石田桃香です。さあ見事勝利した長岡高校 A チームですけども、すごい1体でゾーッと向かっていっていきましたけど、いかがですか。そうですね、このロボット先ほどの試合で見せたように対ロボット専用のロボットだったんで本陣割れないかなと思ってたんですけど、なんとかあることができてよかったです。よかったですね。すごい、今もちょっと手が震えてますけども、どう勝つと思ってました。いや本当に非常に不利な戦いになると思ってたんで勝てて嬉しいです。かっこよかったですよ本当に。これで、はい、準決勝進出なんですけども、あっちで大きい声で応援してくださってるピンクの応援団の皆さんですかね、皆さんに一言お願いします。ついにもうベスト4に入れたので、ね、このまま優勝したいです。頑張ります。頑張ってください。すごい、この後もすごい期待ですね。では以上こちら長岡高校 A チームでした。ありがとうございました。おめでとうございます。頑張ってください。ありがとうございました。ではその勝った長岡高専 A チームの戦いを見てみましょう。これ旭川の長い竿ですね、それから呼気が出てくる機構、これうまく今回浮きましたですよね。そうですね、計画通りいってると思いますね、はい、しかしタコがその竿を押しながら近づいてどんどんと割っていきます。そうですね、でここで実はちょっと青い風船を割るのに手間取ってるんですね。青い、そのうちに、はい、この青が近づいて割ってしまったということですね、はい、このタコが持っている長い腕非常に強力ですね。強力ですね、はい、もう本当に水平にふわっと振るだけでもうバチバチバチとこう内側まで全部割れてしまうという脅威の腕ですね、はい、嬉しそうですね。旭川としても作戦は非常にうまくいってたんですけども、それを上回る攻撃力ということでしょうか。長岡高専 A チームが、見事準決勝進出を先に決めました。はい、参りましょう。高専ロボコン2017全国大会準々決勝第2試合、赤ゾーン石川高専ロボット名はハヤテガニ。対します青ゾーン奈良高専ロボット名は万里一空。では両チームセッティングを開始してください。セッティングタイムは1分です。まずは赤ゾーン石川高専ロボット名はハヤテガニ。東海北陸大会では優勝しました。カニがモチーフのロボット、先端がカギ爪のようになっている8本のカニバサミが秘密道具、非常に強力です。この全国大会では1回戦では長岡高専 B チーム相手に1分19秒で勝利しました。長岡高専 B チームのブーメランを封じての勝利でした。
一方2回戦松尾高専相手に松江高専相手に42秒、カニロボットが実力を発揮し完封で勝利しました。一方 青ゾーンの奈良高専です。ロボット名バンディーク、2年連続ロボコン大賞を受賞しています。ロボット抜かりありません。強力な無知に飛び道具、さらには X 攻撃とバラエティ豊かな攻め方があります。2回戦呉高専相手には14秒、この大会最速での勝利となりました。優勝候補の一角となっています。まもなく準々決勝第2試合が始まります。セッティングタイム終了です。では準々決勝第2試合開始です。スタート5秒前、3、2、1、スタート。赤石川そして青の奈良が一斉に飛び出しました。赤石川はロボット同士の戦いに持ち込むのか、いや奈良のバンディク赤の本陣を攻撃しています。もう半分が割れている。おっと今度はロボットの風船を割る作戦もあるのか。さあ残り少なくなってきた。残りは4つか3つ、赤の風船残りは3つ。赤も本来パワフルなんですがそれでも押し負けてますね。奈良のおっとマシン同士が絡み合って今衝突して止まっている。さあこれをどうするか。さあ一方の青の本陣4つが割れて残りは6つ。おっとっと押し合いになっている。青の本陣を攻めるこの蟹型ロボット石川が今度は組み合いながらお尻の方の腕を振って風船を割ろうという攻撃。お互いに絡み合いながらそれでも攻撃。おっとここで待てがかかった。主審の待てが今かかりました。主審の説明です。はい、ただいま4台のロボット全てが膠着しましたので引き離した後試合を再開します。1分19秒で時計が止まっています。今4台ともロボットが絡み合って動けなくなったということで全てのロボットを引き離して試合が再開ということになります。赤の本陣の風船が残り3つ、青の本陣の風船残り6つという状況で1分19秒、今そのお互いのぶつかり合いの様子が出ていますけれども、互いに腕を絡み合わせながら前進しようとして乗り上げた形になりました。そうですね、腕が長いから余計絡みやすいんでしょうね。お互いの腕が絡んだという感じになるんでしょうかね。はい、今互いに引き離されました。副審が今フィールドの中を確認しています。お互い3メートル離してリスタートというルールになっていますね。審判の手が上がりました。再開されるようです。再開です。時計が動き始めました。さあまたお互いにお互いのロボットをに向かい合いながら進めていくが、またさらに絡んできた。ここで完全に倒しましたね。奈良の1台が倒されました。石川が1台フリーになりました。2台とも離れた。さあ青の奈良は赤の本陣の方に行って太い腕を振り始めた。残りは1つ。赤はうまくコントロールできてないんでしょうか。防御がうまくいってないですね。さあこの間に青の本陣の方でもおっと割った割った割った。なんと勝ったのは青が割りました。あ、赤が割りました。赤の石川勝利、準決勝進出です。2カ所で絡み合う展開、一体どちらが勝つのかわからない状況で先に割ったのは赤の石川でした。下に落ちた青い風船はあれは割られたことにカウントされるんですね。したがってもう全て割られたということになります。1分20秒あたりから VTR で振り返っていこうと思いますけれども、再開後ですね、
この青の本陣の裏でまたロボットが同士が激しくぶつかり合いました。でここで谷型ロボット赤石川ですけども尻尾を懸命に動かして割ろうとします。で、青の石川奈良の、ロボットは1台倒されてそのまま動けなくなっていました。でここで奈良が残り1つになるまで風船をどんどんと割っていきます。さあ残り1つだ、この風船が割れるかどうかと注目をしていたところ、青の本陣の裏にいましたこの石川のカニがですね最後の一つを割るんですね。まあ、これは、その石川が奈良を倒したシーンですね。でここでも X 攻撃出してますね。そうですね、石川のこのカニのハサミが X 攻撃で一気に割ったと。高専ロボコン2017全国大会準々決勝第3試合、赤ゾーン長野高専ロボット名はアルプス、対します青ゾーン一関高専ロボット名はシノモン。では両チームセッティングを開始してください。セッティングタイムは1分です。まずは赤ゾーン長野高専ロボット名はアルプスです。ロボは蜂と逆です、ね、イノシシとウリボーですね。この試合初めてですね蜂ロボが登場します。蜂は112発の矢を相手本陣に向けて発射をします。一方イノシシウリボーは回転しながら鞭を振り回し風船を割っていくタイプです。 1,2 回戦はこのイノシシとウリボーが活躍しました。1回戦秋田高専は38秒で勝利、2回戦は都の城相手に1分40秒で勝利しました。一方青ゾーン一関高専です。ロボット名はシノモン、こちらオロッチというロボがですね8本の長い刀を持っています。一方ドラッチ、これはドラッチ X 攻撃がメイン、刀を振る能力もあります。1回戦は富山本郷相手に1分17秒で勝利しました。ワンサイドゲーム完封でした。2回戦優勝候補の一角香川高専たくまキャンパスを49秒で下しました。さあまもなく準々決勝の第3試合が始まります。セッティングタイム終了です。では準々決勝第3試合開始です。スタート5秒前3、2、1、赤の長野と青の一ノ関、まずは赤の長野が大きく飛び出してこの後飛び道具が出た、上空高々上がった秘密道具が一気に落ちてきました。ただ風船を割るには至らなかったようです。まだお互いの本陣にも風船は割れてはいません。赤の本陣の後ろに一ノ関のドラッチがどうやら4点バースト、 X 攻撃出た、 X 攻撃が決まりました。さあ残りは2つだ、残り1つか。おっとここで青の旗が上がって止まりました。今風船を確認して今主審の説明があります。はい、先ほど一つの赤い風船がまだ残っているように見えますが、これは本陣から外れていてパイプの間に挟まっている状態です。パイプから外れた時点で風船が割れたというルールなので、青チームの勝ちになります。ということで38秒、一ノ関準決勝進出です。しっかり残っているように見えた風船が実は本陣から離れていたということになりました。 X 攻撃で外れたんでしょうね、おそらくは。それがたまたま引っかかっていたという状況で全て風船が割れたと判定されました。準備が整い次第この試合振り返りましょう。始まりました、こちらですね。最初は激しいぶつかり合いから長野のこの112発装備されているという
8ロボットからの飛び道具が出ました。そうですね、ちょっと残念ですね。今日初めて出たんですよね。そうですね、残念ながら風船を割ることはできませんでした。さあそして一方その長野の本陣の裏側に一ノ関のドラゴン型のロボットがついて、このまま4点バースト、結果的にはこれで全て割ったということになったんですね。そうですね。さあこれその8ロボットの飛び道具です。長野が出したもの、高く上がりましたね。相川さん、風船当たってますけどね。当たってるんですけど、やっぱりね、あの割るまでの力がないんだね。どうにかならないもんですかね、これ。相川さんが見たいと言ってた、ね、飛び道具ですけれども、ね、当たってるんだからなんとかなるような気もするんですけどね、はい、さあ、はい、一関が準決勝進出を決めたというところです。ではフィールドの準備が整いました、お願いします。はい、高専ロボコン2017全国大会準々決勝第4試合、赤ゾーン北九州高専ロボット名はリビクター。はい、対します青ゾーン香川高専たくまキャンパスロボット名はインパクト。それでは両チームセッティングを開始してください。セッティングタイムは1分です。さあまずは赤ゾーン北九州高専ロボット名はリビクターです。過去に2回の優勝経験があります。さあこのロボット、ムチを縦に大きく振ることで正面からでも横からでも本陣の風船を割ることができます。そしてパワーもあります。1回戦群馬高専34秒で完封勝ちでした。ワンサイドゲームでした。2回戦大分高専、優勝候補の一角の大分高専相手に41秒風船1個差で勝ちました。一方青ゾーン香川高専詫間キャンパスワイルドカードで復活しました。さあロボットは X 攻撃の速攻型、ハエ叩きを使った接近戦型、ディスクを飛ばせる長距離戦型とバランスが取れています。1回戦函館高専相手には21秒ワンサイドゲーム完封で勝利しました。一方2回戦一ノ関高専相手には5対10で負けました。さあこの試合どんな戦い方をしてくるのか、セッティングタイム終了です。では準々決勝第4試合開始です。スタート5秒前、3、2、1、赤北九州、そして青はワイルドカードの拓馬です。さあ拓馬のお母さんがまた大きく伸びてきて、ハエたたきをブルブルと震わせています。村上さん、そして、相川さんも楽しみにしていたこのハエたたきがまた出ています。おっと、走行しているうちに今度は拓馬が赤の本陣に取り付いている。いや、しかしあっと、ここで北九州が拓馬の青の本陣全て落としました。赤の北九州準決勝進出です。お互いに攻防がある中であっという間30秒で北九州が本陣の風船を全て割りました。はい、やりましたね、見事、勝利しました北九州高専の皆さんにお話聞いていきたいと思います。いや、今どうですか？本当ここまで来れるとは思ってなかったので本当に嬉しいです。ありがとうございます。いやー、素晴らしかったですね。ちょっと接戦のようにも見えたんですけれども、でもやっぱりね、こう作戦勝ちという感じですか？そうですね、僕のロボットの風船はもう、たくまさんに全部割られてしまって、で、あとはもう大井くんチームリーダーを信じるだけだったんですけど、まあ、ここまで彼についてきてよかったなと思ってます。2つのロボットを2つとも相手の本陣に向かっていったのは作戦ですか？いえ、最初はたくまさんの方の4点バーストの方を止めて、本陣を守りながら1台の方のロボットで攻撃するという作戦だったんですが、自分たちのマシンの性能が自分たちが思っていたよりも良くて、相手を押し切ることができたので本陣を攻めることができました。はい、
いやー素晴らしかったですね。次も楽しみにしております。ということで以上赤ゾーン北九州高専でした。次も頑張ってください。頑張ってください。ではその戦い VTR で振り返ります。開始から激しくぶつかり合う中、それぞれその腕に特徴がある、マシンがそうですね、お互いの風船を狙ってきました。攻撃とバタバタと、はいですね、このお母さんがバタバタしているのがハエたたきなんですけども、このハエたたきの後ろで北九州がどんどんと風船を割っていったんですよね。そうですね、やはり2台だとどうしてもあの1台のロボットでは防ぎきれないみたいですね、うん、先ほどインタビューの中では思った以上に自分たちのマシンの調子が良かった、性能が良かったっていう話がありましたね、うん、そうですね、この黄色いこの、あのアームが非常によく効いてますね、無知のように、うん、さてここでこちら、準決勝について見ていきたいと思うんですが、この後準決勝はですね午後4時19分頃からでいいですかねの予定となっています。ではですねここから準決勝2試合について予想していきたいと思います。ちなみにですね準決勝第1試合は長岡 A と石川の対戦となりました。そして反対側準決勝第2試合は一関と北九州という対戦になります。さあ主審の手が上がりまして、これから次の試合が始まります。大泉さんお願いします。はい、今年のルール発表は4月30日でした。それから半年余り、全国の高専生は日夜ロボット作りに没頭してきました。この舞台を目指してきました。いよいよ準決勝です。高専ロボコン2017全国大会準決勝第1試合、赤ゾーン長岡高専 A チーム、ロボット名は新選組。対します青ゾーン石川高専、ロボット名は早手ガニ。両チームセッティングを開始してください。セッティングタイムは1分です。こちら、準決勝前の赤ゾーンのコーナーです。はい、なんとですね準々決勝で旭川高専の紐がタイヤに絡まってしまい、モーターを丸ごと交換したり、腕もちょっと折れてしまったりなどとして交換をしてしまって、満身創痍なんですけれども、急いで補修を頑張りました。はい、準決勝では絶対に頑張りたいということです。はい、以上赤ゾーン、長岡高専 A チームでした。はい、はい、こちらは青ゾーンの石川高専です。さあこちらですね、準々決勝では激しいぶつかり合いの末 X 攻撃で逆転勝利を収めました。機体の損傷がないかメンテナンスを急ピッチで行い、この準決勝に挑みます。セッティングタイム終了です。では準決勝第1試合開始です。スタート5秒前3、2、1、スタート。さあカニとタコ、そしてカニとカニという組み合わせ、一気にぶつかり合った。タコがカニに絡んでいます。中央付近、そしてお互いのもう1台のロボットがそれぞれの本陣の裏側に回っている。さあ X 攻撃が出るか。出ました、 X 攻撃。残りは4つか。おっと、あっという間青の旗が振られました。石川高専決勝進出です。
お願いします。ありがとうございます。ではこちら見事勝利した青ゾーンの石川高専の皆さんにお話を伺いたいと思います。いやすごい見事に使いこなしてましたね。いかがでしたか。いやさっきの奈良高専さんもちょっと激戦で手がずっと震えてたんですけど、うまく力を出せて勝てたのでよかったです。すごい気持ちいい顔してくれてますね。はい、先ほどの奈良との対決すごく疲れたと思うんですけど大丈夫でした、ロボットの方は。あ、一回ちょっと回路の方にもちょっと不具合が出てしまったんですけど、なんとか時間に間に合わせることができて対応することができてました。よかったです。すごいぶつかり合ってましたけど、すごい激しかったですもんね。見事勝利を収めまして、はい、次ついに決勝ということですが、はい、今のお気持ちは。ここまで来たんで優勝します。おかっこいい。ぜひこの後も必見でございます。はい、では以上こちら青ゾーンの石川高専でした、はい、そして惜しくもここで負けてしまいました長岡高専 A チームさんにお話を聞いていきたいと思います。はい、皆さんどうですか今は。いや悔しいですね。ただ見せたいものは全部見せれたんで、今ここのステージに立たせてくれた OB とチームのみんなに感謝しています。とてもかっこよかったですよ。うん、どうですか。でもベストは尽くせましたか。そうですね、ロボット本来みんなで目指して作った力は発揮できたんで、そこはすごく嬉しいです。すごい苦戦したところっていうのはどこですか。すごくいい戦いだったんですけど。そうですね、石川高専さん非常に足が速いので、やっぱりタコ1体で2体を抑えるのはきつかったんですけど、しっかり、仮の方のロボット相手のロボットの風船を残り1個まで割ることができた。よかったです。はい、すっごい素晴らしい頑張りだったと思います。本当に皆さんの顔が輝いていて、私は素敵だなって思ってました。はい、ということでまだね、これからも頑張れると思いますので頑張ってください。ということで以上赤ゾーンの長岡高専 A チームでした。お疲れ様です。ありがとうございました。ありがとうございました。では戦いを振り返ります。 VTR です。戦い、エビ、カニという戦いなんですけども、赤いロボットがぐんぐんと前に出ていきました。お互いに1台が、ロボット同士、そして1台ずつが本陣の裏に回るという作戦でした。そうですね、もうこれでカニが裏に回っていいポジションを取ってしまったんですよね。で4点バースト X 攻撃が出て最後の1つを落とす。あっという間の28秒、これですね、これですね、この X 攻撃です。上が開く、下も開く、そして先に残ったものがあるかと思ったんですが、最後はその爪を振るようにして擦るようにして残った風船も割って落としていきました。はい、あっという間。石川のしかしこのカニのロボメカニズムはなかなか手強いですね。そうですね、非常に強力です。ともかくも機動力があるし、またその X 攻撃に対して そのポジションを取るというのが非常に得意ですね。はい、これはおそらくメカもあるんですけど、練習も非常に重ねてきてるんじゃないかなと思いますけれども。はい、残る試合もあと2つ。熱気に包まれていた会場でしたが、だんだんと独特の緊張感が漂ってきました。高専ロボコン2017準決勝第2試合です。赤ゾーン一ノ関高専、ロボット名はシナモン。対します、青ゾーン北九州高専、ロボット名はリビクター。では両チームセッティングを開始してください。セッティングタイムは1分です。はい、こちら
準決勝前の赤ゾーンです。ステアリングだけちょっと今調整中なんですけれども、他のマシンは調子がいいようなので補修は OK です。こちらは1台で守り1台で攻めるという作戦を秘めております。皆さんご期待ください。以上、赤ゾーン一関高専でした。はい、こちらは青ゾーンの北九州高専です。ここまで長い3本の鞭の攻撃で勝ち上がってきました。準々決勝では1台ロボットの風船が割られ動けなくなってしまいましたが、一足早く相手の本陣の風船を割りました。準決勝では12秒での相手の本陣の風船全部割りを狙いたいとのことでした。セッティングタイム終了です。では準決勝第2試合開始です。スタート5秒前3、2、1、さあどういう試合になるでしょうか。準決勝の第2試合、お互いに中央付近で激しくぶつかり合いました。本陣にはいかないのか、お互いのロボットに対して攻撃を加えている。ロボット勝負に出ましたか。一関は一生懸命あの X 攻撃のためのポジションを取ろうとしてますね。赤い風船をつけた一関のドラッチがその青い本陣の裏に回ろうとしているところ、北九州のロボットに邪魔をされています。腕が絡まってますね。これは動けなくなったか。さあ走行しているうちに今度は赤の本陣の方に青い風船をつけた北九州が襲いかかっています。割っていく割っていく、どんどん割れる。さあどうだ、いや、そして一方青の本陣の方も割っていく、あーっと北九州あっという間赤の風船を全て割ってしまった。1分7秒決勝進出。はい、ぜひ青ゾーンの、ね、北九州高専の皆さんにお話を聞きたいと思います。見事勝利しました、おめでとうございます。すごいね、もう白熱の戦いやったんですけど、今のお気持ちと。いや、すごい、試合前は、勝てるかどうかっていうのをみんなで作戦練りながらやって、で結果、まあ、その作戦が生きて勝つことができたということで、まあ、よかったなというふうに一安心しています。一安心です。最初、はい、あの相手チームの、あの守りにすごいガードされてましたけど、やっぱり気持ちでいきましたか。そうですね、気持ちもでかいのはでかいです。ただ全地区終わってから全国までの練習量とあと調整量の時間もかなり時間を かけて、練習とかをしていたので、それが生かされた結果だと思います。次ついに決勝ですが、今の率直な気持ちをお聞かせください。いや、もう勝つしかないでしょ勝つしかないでしょ。かっこいい一言が出ました。頑張ってください。ではこちら以上、青ゾーンの北九州高専でした。負けてしまいました一関高専さんにお話を聞いていきたいと思います。はい、惜しくもここで負けてしまったんですけれども、今どうですか。やれることはやったのでもう後悔はしないです。素敵ですね。はい、やっぱりもう自分の中のベストは皆さん尽くしましたか。はい、尽くしました。あのオロッチ、最初から初戦からずっとすごいなと思ってたんですけど、うん、あの迫力は皆さんきっと魅了されたと思います。あのガードは、あのロボットに対してどうですか。頑張りましたか。そうですね、数多くの相手に有利に立ち回ることができたのはこのオロッチの驚異的な力があったからだと思います。だから本当にすごい一緒に戦ってくれたこの2人に感謝しています。いや、素敵なチームワークですね。でも本当にあのリーダーの、うん、三浦さんですかね、はい、まあ、今年5年生ということで、うん、惜しくも今回はここで高専ロボコンは終わりになってしまうんですが、うん、改めてこうお二人にあのメッセージなどありますか。はい、今までありがとうございました。
敵な試合本当にありがとうございます。ちょっともらい泣きをしそうなんですけれども、はい、本当に素敵な試合ありがとうございました。ということで以上、赤ゾーン一関高専でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。素晴らしかったです。ではその素晴らしかった戦い、もう一度振り返ってみたいと思います。はい、こちらです。お互いに前に出て、最初はロボット同士の対決になりました。お試合ですね。試合になってお互いにその風船を割る能力というのは非常に高いものがあります。ただ接近戦ではこれ北九州の方がやや有利でしょうか。そうみたいですね。なんといっても細かくこう割っていくことができるというところが違うところかなと思いますね。ちょっと絡み合うような展開もありましたが、実はこの中で後で考えてみればじりじりと、一ノ関がこの本陣の裏を取ろうとしていたという状況ですね。はい、さあなかなかしかし膠着状態が続きます。さあここで一気に北九州が一ノ関の赤い風船を本陣にどんどんと割っていきます。そうですね。ここでその、要するにあのロボットが、その妨害がうまくいかなくなったんですね。はい、圧力がかからなくなったというところでしょうか。はい、北九州がこうして長い鞭のような腕を使って風船をどんどんと割っていきました。こういう風になるともう独壇場ですね。こちらその勝った北九州です。ピットの今の様子ですね。もう早速決勝に向けて整備をしているところでしょうね。そうですね。もう戦うと当然腕もいろんなところが傷んできますから、それをチェックする、あるいは取り替える、当然バッテリーとかあるいは空気のボトルとかですね、そういったものも取り替えないといけないですからね。そう、これは腕のパーツでしょうか。そうです。この黄色いものを組み合わせて一本の腕が出来上がってるんですね。はい、今これはそれを今それを多分組み込もうとしてるんじゃないでしょうか。ホースみたいなところに、この黄色いやつをずっと差し込んでいくとですね、柔軟な腕が出来上がるんですね。これを頻繁にもしかしたら取り替えてるんでしょうかね。そうだと思いますね。というのは何か理由が考えられますか。いや、ですね、やはり実際に1回使うとですね、はい、どうしても黒い X 型の棒に絡まったりとかですね、はい、いろんなことが起きますから、あるいは他のチームのロボットをの風船を割りに行きますと、どうしてもロボットのメカに絡まってしまいますので、はい、そこで傷ついてしまうんですよね。ですからやはり取り替えが必要ですね。なるほど。現在の両校のピットの様子リポートしてもらえますか。はい、石川高専のピット前に来ております。まずはですね、選手たち皆さん決勝まで来れたのがびっくりということで、強豪校に勝ち続いてここまで来れました。はい、まあマシンも今必死で調整中でございまして、気持ちの整理の暇がないということです。でもなんとか全国大会に向けてコントロールを重点的に練習してきていますので、なんとかこのみんなのチームワークで今回は、決勝優勝をしたいというところです。そして選手宣誓をした方がリーダーにこちらいらっしゃいますので、宣言した通りに頑張りたいとのことです。ぜひ頑張ってください。はい、こちらは北九州高専のピットです。ここまで30秒ほどで勝利を収めてきました。この原動力となっているのがこの3本の長いムチです。スポンジでできていて絶妙なしなりを生み出しています。ここまで損傷はほとんどなく万全の体制で決勝に挑みます。実は10年前の20年大会でも優勝していて、この30年目のメモリアル大会でも再び優勝を狙っていますとのことです。ぜひ優勝していただきたいです。頑張ってください。はい、両校のピットの様子をご覧いただきました。そしてこちらは北九州高専の応援団ですね。大きな横断幕上がっています。
では魚住さんお願いします。はい、それではここで1回戦で惜しくも敗れてしまったチームの中からアイデアが特に光っていたロボットをご覧いただきます。まずは香川高専高松キャンパス。とってもユニークな秘密道具はなんと掃除機マシーンで風船を吸い込むんです。よく思いつきましたね。次は長岡高専 B。 こちらは会場の度肝を抜くブーメラン作戦。でも当てるのがちょっと難しかった。そして小山高専、なんと巨大なタコが登場です。生きているようなリアルな動きが会場を沸かせました。今度は福島高専、ミソは操縦者のこの動き、なんとロボットが同じ動きをするんです。いやー、すごいことができるもんなんですね。最後は神戸市立高専、まずはたくさんの小さな矢を発射。そして本当はこの大きなマシンで風船を一網打尽のはずだったんですけどね。以上、アイデアが光るロボットたちでした。本当ですね。まあ、成功はしてないですけど、本当アイデアも最高ですよ。アイデア対決ですからね、うん、ですよ ね。で、視聴者の皆様にはインターネットで胸キュンロボットを投票してもらいました。ではこれからその投票で1位に選ばれたベスト胸キュンロボットとロボコン応援団の吉本さん、相川さん、そして村上さんがもう1回見たいと選んだロボットのエキシビションマッチを行います。まずは視聴者が選んだベスト胸キュンロボットです。熊本キャンパス。このチーム仕込みが大変。ヤスリで覆ったストローの矢がなんと540本も。エアシリンダーを使って発射。見事ストライク。すごっ。はい、では続いてはロボコン応援団一押しのロボット何でしょうか、吉本さん。はい、ロボコン応援団が推薦するのはこちらです。先端にヤスリのついた矢、こんな風に取り付けられたその理由、2メートルの壁になって着撃。なんかゴリ押しみたいな。飛び道具としても大活躍。すごい。はい、これこの対決、飛び道具対決じゃないですか。そうですね。楽しみにされてた。楽しみにしてる一番ですよ、これは。かね、ではミモを見ていきましょうかね。はい、はい、両チームセッティングは終わっています。それでは行きましょう。エキシビションマッチ。スタート5秒前。3、2、1。お、飛びましたね。おお、早い。はい。いや、これはすごい。ちょっと早いですね。12秒。なんてことだ。いやいや、これいいの見せてもらったって感じだよ。すごい。会場中がざわついております。ちょっと待って、なんかよく見てなかったよ俺。まばたきしてたら終わってましたね。終わって、うまくいったなんて思った瞬間にもう終わってたよ。もう熊本高専も8つ、そうそう、8ついったもんね。8つ。それ見てるうちにもう反対側が割れてしまってました、ね、神戸の方すごかったですよ。神戸12秒ってこれさ、今日の中で一番早いんじゃないの。あ、そうかもしれませんね。奈良高専14秒というのがありましたけどね。こんなに早く終われても、これ本番で出てたらすごい戦いだったね、これは。会場からは大きな拍手してもらいました、これは。早い。いや、よかったね、これは。では、両チームの選手、真ん中の方にお願いします。
はい、ではちょっとお話も伺っていきましょうかね。はい、はい、じゃあ勝った勝ったじゃあ勝った神戸高専から、神戸高専、はい、いやすごかったね、12秒だって。もう最初から狙ってました？狙ってました。もうここで出さなきゃいけないと思ってもう全力出しました。いや出たもんね。出ましたね。嬉しいです。あの蜂の壁ですよね、あれがねうまくいきましたよね。先ほどはちょっと動かなくなってしまったんですけど、すごくうまくいったと思うんですが、どうですか？いや、あのうまくいって、あの強いところを見せれて嬉しいです。めちゃくちゃ強かったですね。いや、よかったです。すごい素敵なアイデアでした。試合すごい素敵でした。一方惜しくも敗れてしまった熊本高専の方にもお話を伺いましょう。はい、いや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 、いいの見せてもらいましたよ、本当に。ねえ、いや、本戦ではちょっと見れなかったけど、いい矢が飛んだね。はい、本当に本戦じゃ出せなかったんですけど、8個一遍に割れたので、もうスタート直後の割るスピードと風船の数だけは他のチームに負けてないと思ってます。いいね。いやもうじっくりいったね。はい、じっくり行きましたね。まあできるだけ多くの風船を一気に割りたかったんで、まあゆっくり値段を定める作戦で行きました。はい、で前川さん、両チームせっかくですから握手もねしてもらいましょうかね。あ、そうですね。ちょっと、もう今の大健闘だから、ほら両者ちょっと握手して握手。いや、いい試合だった。どうもありがとう。どうもありがとうございました。最高でした。いや、よかったね。神戸高専、熊本高専の皆さんでした。いや、ここでこの試合が見れるってことはさ、これ決勝に花を添えたみたいな、そんな感じになりましたね。いい試合でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。どうぞ、お戻りください。はい、そしてですね、今年のローマコン、もう一つ皆さんに投票してもらった初めての試みがあるんですよね。相川さん、それは？そうですね、ロボコンの30回アニバーサリー、はい、みんなで作るお祝いロボットですね。はい、はい、ロボコン30。今年ロボコンの魅力をより多くの人に知ってもらおうと、さまざまな番組が放送されました。その一つがドラマ大江戸ロボコン。江戸時代にタイムスリップした高専生がからくり人形対決に巻き込まれながらも成長していく物語です。視聴者の皆さんと取り組んだのがこちらの企画。手作りのロボットでロボコン30の文字を自由に描いてもらおうというものです。集まったのは全部で44の作品。まずはこちら、横浜市の高木学園女子高校、なんと初心者だけで挑んでくれました。右も左もわからない中、特にプログラミングを頑張りました。こうやってライトが次々変わっていくのはプログラミングの成果。ロボコン30年おめでとう。自分で作ったものが動く、嬉しいですよね。こちらは退職した元高専技術職員ジーポンさんのゴム銃6000発。ハズレも多いですが、ロゴはかろうじて描けています。木更津高専 OB チームはクスッと笑えるアイデアロボット。さすがロボコン魂、分かっていますね。視聴者にもアンケートを行いました。そして選ばれた第1位は作品名まきびし。実にロマンチックな作品なんです。制作したのは東工大の元ロボコンチーム。ロボット作りで集まったのは5年ぶり。どうしても現役時代にやり残した火を使うロボットを作りたかったんですって。どこで火をつけよう、その機体の真ん中なのか前なのか後ろなのか、火をくぐらせるのかとか、まあ、いろんなそういうところ
って火に対していろいろアプローチしてました。安全にも気を使いながら3ヶ月かかって仕上げました。皆さん本当にありがとうございました。さあいよいよ決勝戦、ついに30年目の最終章です。かたや石川高専、なんといっても強力なのは必殺の X 攻撃。この2試合敵を圧倒してきました。勝てば悲願の初優勝です。かたや北九州高専、これまでの最速タイム12秒、自慢のスピードで素早く位置取り、破壊力は抜群。勝てば3回目の優勝です。それでは選手の入場です。まずは赤ゾーン石川高専、今回初めての全国優勝を狙います。カニバサミが強力なチームです。続いて青ゾーン北九州高専、10年ぶり3回目の優勝を狙います。強力なムチが武器です。いやー、では選手たちに試合前の意気込み聞いていきましょうか。はい、まず赤ゾーン石川高専リーダーの竹森くん、今の意気込みをよろしくお願いします。ここまでたくさんいろんな試合をしてきたんですけど、まあ、今回も練習通り落ち着いて自分たちの最大限を発揮して絶対に勝ちます。お願いします。最後まで全力で戦ってください。よろしく。そして青ゾーン北九州高専リーダーの大江さん、決勝戦にかける思いをよろしくお願いします。はい、北九州高専のリビクターは10年ぶりの全国優勝を成し遂げ、本当にリビクターとなって全国大会復活をするので頑張ります。絶対に勝ちます。はい、最高の戦いを見せてください。頑張ってください。ありがとうございます。それでは両チームセッティングを開始してください。セッティング時間は1分です。ではここで両校をこれまで支えてきた応援団の声をね、聞いていきましょうか。はい、はい、こちら赤ゾーン石川高専の応援団の皆さんのところに来ております。どこだ決勝ですね。どうですか。絶対に優勝したいと思います。絶対優勝するぞ。最高の応援です。以上赤ゾーンでした。頑張ってください。はい、こちらは青ゾーンの北九州高専の応援団の皆さんです。では皆さんにエールをお願いします。はい、もう地区大会のような悔しい思いはしたくないです。全国取りましょう。応援します。いけ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 、押せ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 、押せ押せ、ガッツでいこうぜ。ありがとうございます。こちらも熱気がすごいです。以上赤ゾーンでした。セッティングタイム終了です。それでは決勝戦開始です。スタート5秒前、3、2、1、スタート。石川の初優勝か、北九州の10年ごと3回目の優勝か、激しく中央近でぶつかり合う。いや、北九州は先に赤の本陣へ、裏に回った。しなる腕が、しなる腕がどんどん割っていく。一方石川のカニは X 攻撃。いや、しかし北九州が残り1個の風船を割ろうとしている。さあどうだ、赤の本陣の裏、
北九州の黄色い腕が残る1個の赤の風船を狙っているが、いやしかしこれは石川のカニが懸命にそれを抑えようとしています。さあ走行している間に青の本日の風船は2個になっている。2個が1個か、さあそっけどっちが、あったー、北九州高専リビクター、記念すべきロボコンイヤー頂点に立ちました。北九州高専やりましたね。やりました。どうですか今の気持ちは。もう最高です。今まで応援してくれてありがとうございました。今のお気持ちは。いやもう本当今夢みたいですけど、これが現実で本当にいい今気持ちで、でまた、まあ、3度目の優勝を僕たちが飾ることができたっていうのがすごい誇らしいです。夢じゃない夢じゃない、現実です。おめでとうございます。おめでとうございまーす。いやー残念ながら負けてしまった石川高専ですがね、あと1個の差だったよね。どうですか。悔しいです。悔しいね。まあ悔しいんだけど、あの自分たち見て見る限りはすごくいい試合だった。はい、僕はもともと最初からかっこいい、みんなにすごいかっこいいって言われるようなロボットを最初から作りたくて作ったんですけど、僕たちのロボットはかっこよかったですか。かっこよかったですよ。よかったね。よかった。本当すごい。本当に皆さん素敵なロボットをね今回見せてくれて、今の気持ちは本当に今日の会場の皆さん、フジテレビ見てる皆さんに伝わってると思います。最高でした。最高でした。楽しかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。本当にありがとうございました。ありがとうございました。素敵な試合どうもありがとう。決勝戦を振り返ります。開始早々から北九州が本陣を早く襲いに行きます。石川のカニも青の本陣の裏に入りました。しかしこの北九州のしなる腕の割るスピードが速い。残る1個あっという間に残り1つにしました。一方で自分たちの本陣の方は相手の石川のカニとの間に機体を入れて割らせません。残り1つ。さあ先にどちらが割り尽くすかというところで、北九州の黄色いしなる腕が触れてフィニッシュ。10年ぶり3度目の優勝を北九州高専が手にしたというところです。田所さんどうでしたか。いやそうですね、まあ、まさにパワーとスピードとそれから戦略ですかね。でまたそれを実現するためのアイデア、まあ、これが優れたチームが勝てたのかなというふうに思いました。村上さん一言。今決勝戦、いや本当に素晴らしい試合を見せていただきました。ありがとうございました。本当に後輩の皆さんに力をいただきました。ありがとうございます。素晴らしい決勝戦を皆さんにご覧いただきました。ついに戦いが終わりましたね。ねえ、今年は ABU ロボコンが8年ぶりに東京開催、そしてロボコン始まって30年とメモリアルイヤーでした。いやいい回でしたね、うん、本当に、はい、まあ、なんか一年通して本当にいろんなロボット
ドロボコンを通じてロボットを見て、そのロボットに、皆さんが要するに思いっきり魂を込めて作り上げてるというね、うん、この過程は最高でしたね。はい、私もあの去年の高専ロボコンから携わらせていただいてるんですが、はい、あのこんなに楽しいものだと思っていなかったです。アイデア勝負、もちろん技術もそうですし、あと人の心対心っていう部分も持っているロボコンがすごく大好きになりました。本当に1年間楽しかったです。ありがとうございました。さあこの後最高のアイデアと技術を具現化したロボットに贈られるロボコン大賞の発表もあるんですが、それはライブストリーミングでですね、あのご覧いただけるとなるわけですね。はい、そして第30回のロボコンの全国大会北九州高専の優勝で幕を閉じましたが ね、 ね、今インタビューをした中でね、もうねこっちもグッときましたよ。いや来ましたね、うん、やっぱりこのかっこいいロボコンを作りたかったという ね、 ね、うん、いや最高でしたよ、はい、お二人もこう高専に携わって何か自分の中でいい影響ってありました？いやいやすごいですよ、やっぱり何事も一生懸命やるっていうメッセージをいただきました。はい、さあそして実況席の村上さん、田所さん、どうもありがとうございました。では相川さん、吉本さん、ロボコン応援団最後のメッセージをお願いします。そうですね、最高のものを見せてもらいました。ロボコン最